ビットーリオ・アメデオ2世は、サボヤ公、後に、シチリア王、ついで、サルデーニャ王。カルロイ・マヌエレ2世とサボヤ家、文家サボアヌ・ヌムール家出身のマリーア・ジョバンナ、バッティスタ・ディ・サボヤの息子。王子の頃は病弱であり、彼の健康を気遣って作られたパンがグリッシーニで、あった、という伝承がある。1675年に、父の死により、行為を継いだが、 18歳で成人するまでは、母マリアが摂政を務めた。マリアは、フランス寄りの政策を取り、1684年に、ビットーリオ・アメデオを2世と、フランス王ルイ14世の名、アンヌ・マリーと結婚させた。同年に申請を宣言、プロテスタント打圧政策を進めるルイ14世に、同調し、1686年に、 フランス国境に潜むワルドー派をスイスへ退去させた。しかし、1690年にワルドー派の帰国を認めた上、アウクスブルク同盟に加盟して、ルイ14世から離れていった。大同盟戦争では反フランス側に立って、ハプスブルク家と組み、また、重帝のプリンツオイゲンと共に、イタリアでフランス軍と対峙したが、1690年のシュタファルダの戦いで、 フランスの将軍、ニコラ・カティナに敗北、1693年のマルサリーアの戦いでも敗れると、フランスと秘密交渉に入り、1696年に、鳥の条約でフランスとは僕、同盟から離脱した。フランスから軍事基地となっていたピネローロ、カザーレ・モンフェラートを返還させ、合わせて、娘のマリーアデライデを、ルイ14世の孫のブルゴーニュ・ルイに嫁がせた。 もう一人の娘、マリアルイーザもブルゴーニュ公の弟で、後のスペイン王フェリペ5世に嫁いでいる。スペイン継承戦争では初めフランス側だったが、1703年に、密かに同盟に連絡を取っていたことがフランスに、発覚すると同盟に、復帰、1706年にオイゲンと共に包囲された、トリノを解放した。以後は終戦までオーストリアの将軍ビリヒヒォンダウンと、共に、 サボイアのフランス軍と交戦、スペイン継承戦争終結後、ユトレヒト条約により1713年にシチリア王国を手に入れ、シチリア王となったが、1720年には四国同盟戦争の際に結ばれたハーグ条約により、新聖ローマ帝国のカール六世にシチリア王国を割上し、その代償として新聖ローマ帝国からサルデーニャ島を割上された。 だが神聖ローマ帝国からサルデーニャ王の称号を認められ、サルデーニャ王国を成立させた。治世中は、ピエモンテを中心とする政治改革に邁進、貴族の領土を没収して、中層階級に分け与え、中央から派遣する大官の権限を強化して、絶対君主制を確立した。また、トリノの都市改造とトリノ大学の充実に力を尽くし、 大学に一万冊の図書を寄贈、イエズス会を教育から排除して、教会の力も弱めた。1730年に対して、息子のカルロエマヌエレ3世に譲り、2年後の1732年に死去した。ありがとうございます。